にちは。どうもどうも。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。大西桃香です。こんばんは、こんにちは。ということで、今ミラクル的にちょっと時間が余った。すごい。なので15分配信して、この後は渋谷でラジオがあるので向かいたいと思います。そう、今日は一回外出てて、で一つ仕事、お仕事みたいなことみたいなことお仕事についてちょっとお話し合いをしてきて、で一回帰ってきて、そう、一回帰ってくるようになったんですよ。偉いでしょ。で洗濯物して、ゴミ集めてちょっと部屋きれいにして今です。でもそのまま行こうかなと思ってたんですけど、15分ならできるやと思って今終わらせちゃおうと思って、夜はちょっと台本とか覚えたりとかいろいろしたいこともあるので今にしておこうと思って、15分したら私も向かいたいと思います。外で時間潰さないんだねって。そうなんです。最近それこそバスというものを覚えて、大西は。そうなんです、バスに乗るっていうことを学んで、バスってなんて画期的な乗り物なんだと思って、マジでバスってすごい。もっと早くに知っとけばよかった、バスという存在を。最近バスばっか乗ってる、楽しくて。そう、バスって便利。電車よりバス、今はバスハマってる。なんか大西、お仕事とかでもさ、バスは乗ること多かったんだけどさ、迎えに来てもらってみたいな、集合場所ま で、みんなでロケバスみたいなのに乗ってレッツラゴーみたいなことがほとんどだったんですけど、そう。でそのバス乗りながら外の景色見るのすごい好きだったんですよ。そう、もともとね。そう、でも電車って、電車もまあ 見れるけど、こうやって見れないじゃん。ドア付近とかにいてたらさ、こうやって窓の外とか見えるけどさ、座ってたらさ、人越しに見えるじゃない、景色とか。じゃなくてバスはもう窓側に座っちゃえば、もうこうやってドライブみたいになるから、ああいいなって、ゆったりしたなんか空間がとっても好き。あとバス安いね。うん、単純にバスって安くない？どこまで行っても値段変わんないよね、あれ。
いい。タクシーに比べるとねって、そうなのよ。なんか電車で行けないなみたいな時、もしタクシーとか使っちゃってたんですけど、まあ、タクシー高いじゃないですか。そう、でもバスは安い。うん、バス素敵、楽しい。そうっていう、今ハマってることがバスなので、だからこうやって合間の時間もお家に帰ってくることができます。いいもの覚えたねって。ね、本当に素敵なものを見つけてしまった、うん、でもただ時間がね、なんかあるよね、難しい時間帯が。地元ではバスあまり乗らなかったので、乗んないよね、車あるからね、実家はね。で、今日この後はですね、18時からは渋谷クロス FM さんにて、大西桃花の渋谷でパラダイスがあるので楽しみにしててください。そう、一瞬着替えようか迷ったんだけど、案外時間もなかったから、ちょっとこのまま行くわ。ヒール履いてってたけど、午前中はもうサンダルで行きまーすサンダルにしまーす。ちょっと暑いしね、今日めっちゃ暑いよね、びっくりしちゃった。全然半袖でいい、もう。今日は本当暑いってね、今日めっちゃ暑いね。こんぐらい暑い方がお店は好きだったりするんですけど、そう、寒いよりかは。明日30度超えるんだって。マジガチか、ガチ。明後日は32度やって、もう夏やん、すごくない？2つしまったって、しまってない。なんなら昨日と一昨日普通につけて使ってたもん、こたつ。なんかね、別にしまってもいいんですけど、なんかここに布団がある、なんていうの、ここに布団がある、なんか安心感。なんか別にいいんですけど、片付けても、なんかここになんか布団があるっていう、なんだろう、布団の中にこう足入れて、この布団の重みをなんか感じながら、こうご飯食べたりとか、ここでのんびりしたいんですよ。気持ちいい、重みがあるのが気持ちいい。なんかこれがなくなっちゃうとちょっと不安になっちゃうそう、ユニバのスパイダーマンなくなっちゃうって言って、ガチ？マジで言ってんの？それは本当の情報？やばくない？それ本当ならさ。寂しい。そうなんや。さっき発表されたって、マジ？あんな長年愛されてた。そっか。
確かにユニバート、それはなんで？そう？昔だってあれ何時間も並んでさ、入ってた時あったよ。寂しい。そういう権利の問題なの？そっか。ねえ。ユニバのスパイダーマンは一個思い出があって、初めて初めてというか家族で行って、家族4人で行ってユニバで、めっちゃちっちゃい時に幼稚園とかそんぐらいの時やねんけど、でスパイダーマンってこうなんかクライマックスでうわーってなんかなる瞬間があって、そこでパシャっていつの間にかその写真を撮られるのよ。でそれが終わった後にロビーとかでこう展開されててみたいな、買う人は買ってねみたいな感じのやつがあるんですけど、そういうサービスというかがあるんですけど、でその時にどこにカメラがあるかっていうのをこうもうじゃどうしても見つけたくて、で見つけたってなって、めっちゃ多分いい笑顔かなんかしてたの、ピースか忘れたけどめっちゃいい笑顔して、でその後ロビーに展開された写真をママとパパが見て、おーみたいな、ももちゃんすごいなーみたいな、カメラ見つけたみたいな、褒めてくれたのが思い出。そうなんです。そう。寂しいだから。そう、でも。なんだっけ、そのスパイダーマンのやつはこうやってやったりできたんですけど、あれなジョーンズやったっけ、ジョーズもなんかあれ最後わーって降りるときになんか写真撮られるんですけど、あれはもうなんか目見開いて、いーって口食いしばって、こうなってる。写真撮られて、マジで恥ずかしかった。あ、それもなんかめっちゃちっちゃい時やねんけど。で、パパとママがめっちゃ大笑いして、それ買われて、最悪やったっていう思い出もある。ジュラシックパークやったっけ？ジョーズじゃないや。そうだし、ジュラシックパークだ。あの最後の、そう、それはね、苦い思い出なんです。もう乗れない、絶対。よう昔あんな怖いの乗ってたわ、マジで。ねえ、その写真まだ実家にあるって。どうなんやろうね、わかんない、あるのかないのかわかんないけど、まあ捨ててはないんやろうけど、でもどこにあるかは全然わかんないかも。懐かしい。おいし、何分、あ、出たわ。
10分に正直出たい。あと7、あと3分、正直あと3分後に出たいっていう気持ちはある。ただね、一回こう座っちゃったらさ、立ち上がれない。ほら見て、さっきコンビニ行った時に買ったアメちゃん、可愛くない？可愛くない？このアメちゃん、これ食べたらランキング読みます。あ、かわあ、くしゃくしゃになっちゃった。綺麗、紫いただきます。うん、あら美味しい、あら美味しい、あら美味しい。これめっちゃ見た目だけで買ったけどめっちゃ美味しいやん、最高。ということで、じゃあランキングの方、1位の方から、ではあと1分読んでいきます。いきますよ。1位ふうかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がさとちゃんとまっこにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がリエボーさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が苦しまのりくてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が英語アットマーク突破大使さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がツインピーマンさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位が親ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がとち太郎さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう。で、タワーかな？誰だろう？ありがとう。あ、見えた！ふうかちゃん。すごい珍しいランキングが見えました。ということで、じゃあ読んでいきますね。1位のふうかちゃん。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 タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、アメちゃんをあげよう。へい。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。ということでですね、やばい、もうお家を出る時間なので、じゃあちょっと行ってきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、この後は渋パラです。できまーす。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。